ポトフポトフはフランスの家庭料理の一つ。鍋に塊のままの牛肉、野菜類に香辛料を入れて長時間煮込んだもの、ポトフと表記される場合もある。フランス語でポットは鍋や壺、フは火を示すため、火にかけた鍋といった意味になる。ポトフの材料牛肉やソーセージなどの肉と大きく粗く切った人参、玉ねぎ、セロリなどの野菜類を じっくり煮込んだ料理である。スープは食塩、香辛料などで風味を整え、肉や野菜は食べやすい大きさに切ってからマスタードを添え、それぞれ別皿に持って供きをする。こした煮汁は他の料理のブイヨンとしても用いられる。牛肉は主にすね肉、もも肉、肩肉が使われ、野菜類は人参、玉ねぎ、キャベツ、カブ、ポロネギなどが使われる。 ジャガイモなどでんぷん質の多い野菜は煮汁が濁るため一般に避けられる。牛肉の代わりにメスドリ肉を使ったものはプールオポと呼ばれる。各国に類似した料理があり、ドイツ料理のアイントプフはポトフのドイツ版。フランス語版のウィキペディアでは日本版ポトフとしておでんが挙げられている。中国には火鍋がある。ありがとうございます。